飲むだけでマイナス10キロ痩せるお茶をお伝えします。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのかというその理由についてポイントでまとめています。まず1つ目のポイントはあなたの腸内環境を整える作用があるからなんですよね。もうこのチャンネルは腸活チャンネルですから、もう腸内環境を整えるってお話はもうマストなんですよね。なぜかというとあなたがもういかに健康的でそして綺麗に痩せて本来のもともとのいい姿をこう取り戻していただくためには何をすればよいのか、もうまずは何をさておきこの腸内環境を整えてあげることがもうマストになってくるんですよね。なぜかというとあなたが今までいかがですか、もういろんなこと試したけどなかなかダイエット効果が出なかったっていうことはあなたが悪いんじゃなくってあなたの腸内環境が悪いだけなんですよ。じゃあ逆を言えばあなたが痩せるためには腸内環境が整っていれば自然と痩せ体質に生まれ変わることができるんですよってことを私はお伝えしたいんです。なぜかというと腸内環境が悪いままですとそのデブ菌が多いわけですからもう何をしたって無理なんですよ。なぜかというとデブ菌というのが太る食べ物が好む彼たちの餌なわけですからあなたが食べたいんじゃなくってあなたの腸内の悪玉菌が食べたいからあなたが食べたくなってるだけなんですよ。もうそれだけの話でしたらどうすればいいのかというと痩せ菌たちを増やしてあげればいいんですよね。そうすれば痩せ菌たちの餌っていうのは痩せる食べ物なんですよね。そういったものが欲しくなるんです。もう命令されてるわけですよね。なんか不思議ですよね。こう自分なのに自分じゃないみたいなね、実は腸内細菌たちだったっていう、まあ、それぐらいもう密な関係なわけですよ。もう切っても切り離せないんです。共に共存してるわけですよね。自分っていうものと細菌たちがやっぱ一緒にもうタッグを組んでいないとそこでアンバランスが起きますよってことなんですよね。そのためにこのお茶が役に立ちます。成長作用があるので。では2つ目です。無添加、これも大事ですよ。もう添加物たっぷりのお茶を飲んだって痩せません。例えば農薬たっぷりとかいろんな人工甘味料が入ってたりとかですね、着色料とか香料とかもう余計なんです。そんなものは一切取る必要はないんですよね。大事なのはもう本当にそのものの素材、できればまあ有機栽培とか国産のものとかもうそういったこう安全安心なものっていうのがやっぱり腸内環境にもいいわけですよね。ですから今回のお茶ももちろん無添加、そして3つ目デトックス、これも大事ですよね。もう悪いもの溜め込んだままいくらいいもの入れても無駄です。もうそれはダメなんですよね。お部屋だってそうですよね。片付いた部屋にお花を飾るからこそ花が入るわけですよね。綺麗ってなるけど もうごちゃごちゃしたゴミ屋敷に花があったってゴミですよ。それと一緒です。ですからやっぱり悪いものを出しさないといくらいいものを取ったって効果は出ませんよってことです。お掃除しましょうね、ですよね。で最後ノンカフェイン、これも大事です。もちろんカフェインにはある一定の痩せ効果はあるのが事実なんですけれども、飲みすぎてしまっては逆効果なんですよね。なぜかというとカフェイン飲料を飲みすぎてる方っていうのは交感神経が優位になってしまってイコール腸が動かないんですよ。ですからやはり腸を元気にするためには私はですよ、腸活の観点からはノンカフェインのお茶の方をお勧めしております。では項目の2つ目です。では何をということで今回痩せるお茶ご紹介したいのはこちらです。ドクダミ茶になります。このドクダミ茶というのはもうとにかく体脂肪を分解するのをねどんどんアップ、まあ、要は促進してくれる効果があるんですよね。でこちらドクダミ茶って昔からもそうですけども、あなたもいかがですか？私も祖母がですね、よく手作りでドクダミ茶作ってたなっていう記憶があります。で子供の頃ね、手作りのドクダミって結構ね、うっとね、こう民間療法で使われるぐらいこう薬草系だなっていう味を覚えてるんですけども、こう大人になって今飲むとやっぱ美味しいんですよね。なんででしょうね。
なんで大人になるとこう味覚って変わってくるんでしょうね。こう子供の頃なんかまずいと思ってたものが美味しいってなったりするので、私は何でもチャレンジするんですけども、ドクダミ茶はまあ民間療法でも使われるような本当にまあハーブですよ、薬草ですよね。そして冒頭1でもお伝えしました通り、あなたの腸内環境を整えてくれるこの整腸作用が大なんですよね。そしてまた便も柔らかくしてくれるんですよ。ですから便秘の方はすごくおすすめです。また血行も促進、要は冷え対策ですよね。体が冷えて低体温の方は何をしても痩せることができませんよ。だって代謝が悪いんですから無理です。なのでやっぱりしっかり血行を良くして体温を上げて燃えやすい体に生まれ変わることが大事になってきます。そして最後デトックスですよね。カリウムが豊富ですから体内の余計な老廃物をどんどん出してくれて、むくみ改善、水分代謝も OK ということで、このドクダミ茶を飲まれるとこういった痩せ効果を手にすることができるんです。では3つ目の項目に行きましょう。どのように飲めば痩せ効果がアップするのかということで、今回ですね私が選んだのは小川翔薬さんの徳島のドクダミ茶というものを選んできました。貴重な徳島産ドクダミを 100% 使っています。小川翔薬伝統の加工技術で苦味を抑えた飲みやすいドクダミ茶ですということで、もちろんノンカフェインで国産の、しかも貴重なですね徳島産ドクダミが 100%。 また嬉しいのが無漂白のティーバッグを使ってくださってるんですよね。お体にとってもいいわけです。でこちら1袋あたり 40g、まあ、イコール20袋入ってるティーバッグなんですけれど もうとにかくこちらですね、いろんな飲み方、まあ、あると思うんですが、私がおすすめする飲み方はもうとにかくホットで、冷たいのではなくてホットにしていただきたいということと、あと1日あたりの茶葉はですねだいたい10から 15g ですね。なのでちょっと飲みすぎてしまってはですね逆に良くないことも起こりますか、それはまた後ほどお伝えするんですけども、まあ、ポイントは1日あたりの茶葉が10から15グラム程度で、おすすめの時間帯は朝です。なぜかというと排便効果が高いからですから、特に便秘の方はもう朝一番飲むのがおすすめです。お食事の後でもいいですよ。そしてホットで、しかも出来たてが丸です。ドクダミ茶はですねさすがに作り置きしてしまうと渋み苦みが増しますし傷みやすいので、もうとにかく作りたてのホットで朝飲んでお腹すっきりが理想です。そしてここから注意のお話になってくるんですけども、その腎臓の機能、腎機能が低下していらっしゃる方は控えた方が良いです。ですから主治医のお医者様にご相談してください。そしてあとお腹を下してる方、なぜかというとその便秘に効くわけですかね、緩い方、下してる方が飲んでしまわれるともうすます緩くなってしまう可能性があって、止まらないってなるのね、困るじゃないですか。ですから下しやすい方はちょっとドクダミは合っていない場合がありますから注意してくださいね。そして最後妊娠初期の方ですね、ママさん摂取量を気をつけましょう。なぜかというとドクダミを、まあ、茶を飲んでいただくとその一時的にこう子宮がこう収縮する作用があるって言われてるんですよね。なのでまだ不安定な妊娠初期の時に飲んでしまうとキュッと収縮してしまって赤ちゃんもママもびっくりしてしまってはいけませんから、その時は産婦人科の先生にきちんと飲んでもいいですか、もう大丈夫ですかという形で必ずご相談してから飲んでいただきたいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は飲んで痩せるこのお茶はドクダミ茶を選びました。私はこの小川翔薬さんのお茶シリーズすごく好きなんですよね。思いがね終わりなんですよね。本当になるべく無添加で体によくていいものいいものっていうすごいその思いが伝わってきて、今好きな会社の、お一つになるんですけれども、もちろん他にもねいいお茶たくさんあると思いますから、あなたも私が先ほどお伝えしたような条件が揃ったドクダミ茶をお近くのお店もしくはネットで購入されたらいいのではないかなと思います。またいろんなお茶、私はですねこのチャンネルで腸活ベースとしたお茶をたくさんご準備していますから、この動画見終わった後は他の痩せるお茶もチェックしてみてくださいね。大事なのはこればっかりっていうよりはもういろんなお茶をローテーションであなたのペースでこれが好きっていうのでいいですから、やめないことです。
まあ、コツコツと続けていらっしゃると必ずあなたの本来の持っている良い体質に生まれ変わることができますから、そのための腸活チャンネルですので、ぜひ他の動画もお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。